ハシボソガラスは、長高スズメモクカラスカカラス属に分類される鳥。英名のキャリオンクローは、死肉を食うカラスを意味するが、実際は口実の通り植物質を好む。ユーラシア大陸。日本では、ほぼ全域の平地から低山に分布する流鳥。全長50センチメートルほどで、全身が光沢のある黒色をしており、死有同色。外から見える羽は黒いが、 皮膚に近いところの短い羽毛は、ダウンジャケットのように白く柔らかな羽毛で、寒さに非常に強く冬も平気で水浴びをする。地肌の色は黒っぽい灰色。足とくちばしも黒色である。突然変異で、白い個体が出現することもあり、これはアルビノ、または白変種と考えられる。はしガラスにニルがやや小さく、くちばしが細く上。 口しがあまり曲がっていないところと、額が出っ張っていないところ、鳴き声がガーガーと少し濁っていることや、泣く際には、橋ぶとガラスは大上下に振るのに対し、こちらは、下腹や背の羽毛を逆立て、頭部を突き出して、鳴き声に合わせてお辞儀のように頭を上下に動かす、ことなどで判別できる。橋細ガラスと最も禁煙な種は、首輪ガラスであり、橋ぶとガラスはやや離れている。 柳の木の股に小枝などを集めて映像する、橋細ガラス河川敷や農耕地など開けた環境に生息する。極度に都市化が進んだ地域や高山帯ではあまり見られない。ペアは年間を通して縄張りを持つが、批判食期には夜間決まった林に集団でねぐらを取る。鳴き声はガーガーと濁って聞こえるが、橋ぶとガラスのそれに似る場合もある。 映像は開けた場所に位置する樹木に木の枝を組み合わせたお椀状の巣を作り、素材に針金やハンガーなどを利用することもある。知能は高く、信号停車中の車のタイヤの前にクルミや貝などを置いて割るのも本種である。食性は雑食で、昆虫類、鳥類の卵や、ヒナ、小動物、動物の死骸、果実、種子などを食べる。 ハシブトガラスよりも比較的植物質を好む傾向にある。ハシブトガラスと違って地面をウォーキングする時間が長いため地面採食もする。産卵期は4月頃で1回に3から5個の卵を産む。主にメスが放卵し、その間オスはメスに餌を運ぶ。放卵日数は約20日。ひなに対する給餌は私有共同で行い。 ヒナは不可後、約1ヶ月で巣立つ。子育てに失敗した場合は再度放卵して、子育てを行うこともあるが、前日の通り時間を要するため、北では1回が限度とみられる。ハシブトガラスが森林に生息していたのに対し、本種は人里近くに生息し住み分けてきた。かつて、日本でカラスといえば、本種を指したが、都市部へ、はしガラスが進出したため、 日本のカラスの座を、ハシブトガラスに譲ることになった。実際、都市化に伴って、ハシブトガラスが個体数を増やしているのに対し、本種は個体数を前減している。学名の種照明コロネは一般には鳴き声に由来していると考えられているが、白いカラスを従えていたキリシャ神話の太陽神、アポローンの愛人、コローニスに由来しているという説もある。狩猟ではあるが、 強肉を食用に供することは、まずなく、もっぱら半差な手続きを経ることなく、農業外帳として駆除できるのに役立つ程度である。ただし世界的には、中国や西洋において、古来より薬用として食べてきた歴史があり、いわゆる下手物としてではなく、一般的な食材に供した例も、洋の東西を問わず、世界的には、多々ある。日本においては、北海道の一部、 秋田県、長野県、岐阜県などでかつて食用に供されてきた。中でも有名なのが長野県上田市のカラス田楽という郷土料理である。岐阜県においても大正中期頃まで地元の肉屋でカラス肉が売られていたという。現在でもごく少量が食用に供されている。ありがとうございます。